どちらまで行かれますか？それでは出発。おい、
おい、ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。久しぶりだな、マスター。キリュウさん、この町に帰ってきたんですか。まあ、どうぞ。1年前を思い出すな。ああ、何にいたしましょうか。マスターに頼みがある。じゃあお前は堂島大吾を助けるために天のビルに来たってわけか。ああ、だが分からないのはなぜ俺たちを始末しようとしたかだ。いや、和樹は俺たちをおびき出すための餌だ。俺たちの存在が邪魔な連中、俺たちに共通するもの、はあ、分からねえ。仕組んだのはおそらく大吾と合田会長を拉致した海外組織だ。海外組織？府警の別所という刑事がそう言っていた。別所？知ってるのか。昔カムロ署の4課にいたんだ。カムロ署に？俺が新米の頃はカムロ署の4課の看板だった。さっきの河原のおっさんとは同期でな。マムシの別所に鬼瓦っていや、カムロ署と警視庁のエースとして有名だった。そうだったのか。伊達さん、あの河原って刑事に俺の前で人を殺すなと叫んでたな。ああ、俺は今でもあの人を許すことができねえんだ。何があったんだ。俺が一家に入った頃、もう15年以上前のことだ。
警視庁に入ったばかりの俺は当時一課の班長をしてた河原さんと組んで不法入国者の捜査をしていた。目的は殺人事件の容疑者との接触だった。あの頃の河原さんはノンキャリアにもかかわらずやり手のデカとして有名だった。俺はそんな河原さんから捜査のコツを盗もうと自分から申し出て現場へ同行した。だがそんな河原さんへの尊敬の思いは一瞬にして吹っ飛ぶことになった。どうしたんだ。河原さんは捜査に抵抗する不法入国者に向かって次々と銃を発砲したんだ。相手の抵抗も激しかった。だが俺たちは警察官だ。よほどのことがない限り撃つことはしねえ。でも河原さんは容疑者に向けて次々と発砲した。相手の男たちは。ああ当然死んださ。河原さんが殺したんだ。俺は問い詰めた。容疑者とはいえなぜためらうことなく殺せるのかと。そしたら河原さんはこう答えた。しょうがねえじゃねえか、こいつらが悪いんだってな。その後も河原さんは不法入国者への発砲を何度となく繰り返したが、その都度正当防衛として処理された。しかし殺人デカと陰口を叩かれるようになり、ついに河原さんは一家から外された。そんな過去があったのか。未だに撃たれた男たちの死に際の顔がまぶたに焼き付いてる。河原って男には何か深い傷がありそうだな。俺もそれは感じるんだが、本人に聞いてみても何も言わない。だがただの外国人嫌いとも違う。俺はな、桐生、和樹を撃っちまったことより河原さんを止められなかったことを後悔してるんだ。だってさ、あのおっさんが抱える深い闇、俺はそれを理解してやることもできやしね。口じゃ悪く言ってても河原さんのことを気にしてんだな。まあな。ああ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。逃がされた。あれ！
手間取らせやがって。まで行かれ。それでは。何見てんだ。泣かすぞ。しばらく寝てろ。
女のくせにタバコか。うるさいわね。本庁の公安部だかなんだか知らないけど、えばらないでよね。何よ。あんまり強がんな。少しは女らしく生きろ。どういうこと？あんた府警四課の主任なんだってな。どうしてそれを。ああ。さっきビルに落ちてた。これが現場にあったらヤバいと思ってこっそり拾っておいたんだ。銃を撃った時にでも落としたんだろう。とんだヘマだな。まあ無理もねえさ、あんな状況じゃな。あなた自分は撃たれていたのに冷静なのね。ああ、俺にとっちゃあんな状況は慣れっこさ。そう、やっぱり本庁の人間は場数が違うのね。そんなことねえさ、俺が特別なだけだ。本庁も府警も関係ねえ。あんた女のくせしてなんで四課なんかでデカやってんだ。別にいいじゃない、あなたには関係のないことだわ。遅くなったな。本当に遅いわよ。カールさん、あんた大丈夫なのか。ああ、なんとかな。カズキの容体は。まだ手術中よ。中の様子はわからないわ。ちょっと、なんだお前らは。ディノミ感じるにゃ。おい、ケチャンニャ、いろな、壊れはった。お前ら誰だ。アニャ、ニャソロン感じるか。アニャ、お前ら海外組織の連中か。待ちなさい、警察よ。あんたたちここに何をしに来たの。ちょっと待て。なんだ、うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。さすがに強えな。お前ら誰に頼まれた。やめろ。次は本当に当てるぞ。いえ、韓国의조직진관파。なるほどな。
なんて言ったんだ。手回しが早いな。非常警戒網が敷かれたのよ。ここはまずいな。話はどうだ。伊達さんが待っているバーへ行こう。時間食っちまった。おい、それでは。行きましょう。
しばらく寝てろ。ちょっと。時間食っちまった。行きましょう。